だお前は。そしてなんか出ろさすがに。困るわ反応に。いや、キャンディーはいらん。いや、そこでの、なんちゃ微妙い。いっちゃん微妙い。なんか、ここの反応どうすればいいかわからん。このストラップのこのパープルローズって。これ実際もつけてる人いんのこれ。いや、しかもお前、いや、この車より確率低いんかお前は。な。いや、そこ出てもなんか、嬉しみがないぞ、マジで。いや、マジで出てくれ、頼むなんか、いや、今回、うおぉあーシェイシェイ。僕は、グールだ。聞いたくよーいや、マジで、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って。いや、まだ、いや、まだ、書き上げて、書き上げて、書き上げてけど、いやー追加きちいのいやうおーオッケ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 ーまあ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 、まあ、これ欲しかったからねあれ あれこんな感じで終了あれこんなやつこんなこう来てこう来てドラゴンボールあれやんねクリリンのことかって言った時の悟空みたいな感じになって思ってるけどこれ大丈夫かちゃうな、ちゃうな。いやー、頼む、マジで、車、どっちか1台欲しい、頼む。いや、ちょ、車欲しいよ。マジでお願い。あと、だって、車、いやー、トーカちゃんはいらん。トーカちゃんいらへんね。金木くんもないから。金木くん、はっしゃそういうこと。最後の最後に引く。力。まあここら辺はまあ久しぶりなんでまあ静観しながら何も悲観せずにもう何も期待せずにもう期待するからこそ人間ってまあやっぱり落ち込んじゃったりもするしだからそういうのが大事なんでここあえて無心の状態で来るんですよ無心の状態に言ってるとこうやって可愛いロリが来るんですよロリがロリって言ったらかんだサッちゃんって言ったら欲しいと思わない気持ちまあでもあくまで欲しいとは思ってないけどまあとりあえずガチャ引いとくかぐらいのこれぐらいの精神でいや出るんすよいやなんか出ちゃうんすよこれがいやーいや出ちゃうんすよいやこれは当たりだな単発の儀式あった方がいいですかこれ一回ちょっとシングルの流れ作りますね、僕が。やっぱちょっとシングルで一回、いやでも意外と出るんだよね。俺さ、一回昔、おー、ほら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 。クラシックとかでも割と当たりの方じゃない?なんか昔、俺、なんだっけな、紋章?勲章か紋章?いや、マジ覚える。ほんまにごめんなさい。覚える気あんまりなくて多分ないんだよな、もしかしたら。そう、ほら、出るんすよ意外と。いや、まだいけるよ。まだ余裕。だってまだ全然銀券あったから。ほら、まだ1万3000銀貨ある。100連引けるから。ちょ、ここでもう一回シングルの流れ引き寄せよ。やっぱなんか普段通りなんか喋りをしながらこうやって引いてるとなんか、終わったらか。なんかやっぱシングルの方がもしかしたら、出るのか説あるよね。しかもさ、シングルってさ、これめっちゃ引くけどさ、なんて言うんだろう。うおらやばいなんか今回はシングル激アツかな?いや、でも武器とかが欲しいな。だったらね。だったら武器系が欲しいです、個人的には。いや、まあでも、やばいちょっと、やばすぎて今、目つぶったなんか、今、目が今なんか、すごいなんか、引っ張られて今ここ。目あかんかったもん今。もう今、スローモーションでもう一回やってみてほしいわ今。あ、まあでも、やばいいや、この前爆死だったからね、やっぱり、悪いことが起きたら、後で絶対帰ってくんのよ。俺ね、これね、本当に俺、人生平均論って俺、これマジ思ってて。お、なになに新しいの出て。お、シュース、こっけえぞ、これ。マジ俺、人生平均論あると思ってるから。ほらやばくないやばいでしょ、これ。これ、やばいって、マジで。ガイアス出ちゃった。あのね、悪いことがあったら、絶対後でいいことが返ってくるんですよ。はい。だから、基本的に悪いことがあって、うわ、悲しいなとか、いや、なんかもう無理だわとか、もう人生やってらんねえよってなったとしても、絶対今よりも、そのところが底辺なんで、絶対ね、上があるんでね、そんなね、悲しまないでください、もう絶対いいことあるから、生きてりゃ。
生きてりゃ絶対いいことあるから、もう俺みたいに、あ、これ白バージョン待ってんだ、かわいい。でも俺今回出したいのはマブエの方だから、いやー、頼むマジで、あと2回で出てほしい、お願いします、2回でお願いします。ちょっと前哨戦行こっか、前哨戦行こう、20連引きたいから前哨戦行こう、これはしっかりと前哨戦で、これで2400金券余ってるはずだから、これで引けろ。あー、オッケー、危ない、この後もう一回ちょっと10連引けなくなっちゃうからね。この20連でマブエを出します。この私ちょんまろ預言者です。未来が見えます。あー、なるほどね。まず最初の10連は外れちゃうと。あ、でも次の10連。あ、マブエ出てるわ。ちょっととりあえず 10連引きます。これだったら何も出ません。これ出ないんですよ。これもう僕の未来で見えてたんで。うん。だから次で、右から、右下の2段目ぐらい、2番目ぐらいに、番目の時点で見えてないよな。出ます。見ててください。反応しづらい。ちょっと先行って。ちょっと国境さんに出るか。出ます。進撃。そこまで別に進撃見たことなかったわ。よーし、じゃあ最後にここで10連引けばね。まあでも、まあ実況者としては勝ちですよ。まあ流れは悪かったかもしれないんですけど、やっぱりこういうところで見せるところで見せれる男が生き残れる。そしてとりあえず引いていきましょう。来い、まだある、死ぬ最高いく。ちょっと待って、ブーちゃん、スペシャル、キャンディ、いやー、渋い、ちょっと待って、ちょっと課金するか、すいません、ちょっと課金します。金チケで交換できる。え、嘘でしょ。え、待って、俺今2万円課金しちゃったよ。あれ、え、嘘、え、ちょっと待って、え、どういうこと。え、銃とか見たら、え、帰れるやん。え、いや、もうどんどん引いてこ。おお、幸先よくね。いや、それにしても出せ。いやあ、まあ、いや、まあでも M860 だったら、可愛いで許されるな、これ。いや、まあ可愛い。M860 はまだいいのかな。いや、なんかいいね。あ、幸先いいね。もう30連引いただけでもウルトラレア2回出ちゃってるから。え、確率的には相当いいよ。これさ、でもクワンちゃんこの流れ車出るんじゃねえと思っちゃうんだけど。ちなみに、あ、まあでも0.3 ぐらいあんのか。うわー、怖いんだけど。死んじゃう俺今日もしかして。すげえ出る。じゃあ、はい、最後に、引かさせてもらいますと。はい、すいません、10連最後に引かさせてもらうんですけども、まあこれで何が欲しいですか。カノちゃん、カノちゃんが欲しいやつは俺が当てるわけだ。え、本当に当てなかったらどうするの。いや、当てなかったらいいよ、それは俺腹渡切るよ。あ、折っちゃう。折っちゃう、いい、それは折っちゃうんだ。私は、うん、日銀紙なんちゃらリッタっていう車です。車か。はい、確率 0.075% です。いきましょう。うわ、一番低いやつ選ぶやろ。一番こいつガチで俺のこと殺す気や。はい、いきます、最後。はい、来い。お願いします。ポークピッツ行きましょう。お願いします。来い、来たよ。うわー、やばい、車来た、いく。え、なんこれ、
なんとなく私のこれにおかげにしとこうかなみたいな。すいません、ありがとうございます。なんかやっぱなんか追い詰められた方が強いわ俺。いやほらそういうことよ。最後の10連分でもやっぱ見せる男。今年もねみんな見せていくんでね、この腕、この腕というかこの運で。僕はもう運だけの男なんで、はい運だけの男という感じで見てもらっても大丈夫なんで。これやばいねこれ本当に。あ、2個金スキン出てるってか。え、出てんじゃん。え、止まるんじゃなくて出ちゃって、あ止まるわ。金スキン2個出ちゃったんだけど、最後の最後で神木。オーマイグナイス。はい、皆さんどうもこんにちは、まるです。ということで時刻は10時47分なぜ今俺がこの動画を回してるのかって言ったら、ガチャが来てます。ガチャが来て、まあいいや、こんな茶番どうでもいいや。正直な話、来よっ、来んじゃない久しぶりに。皆さん久しぶりに来ました、ありがとうございます。キャンディーが来たということはもちろん皆さん、画面の奥の皆さん、え、ちょっと待って、ちょっと待って、最悪や、最悪や、今画面収録と突然切れたんだけどキャンディーの音といえばって瞬間になんかもう当然進化されたんだけど、まあ分かってる通りにキャンディーの法則のアップに来るのはまあ2分1ですかね、2分1もしくは3分の1なんですよ。まあ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 、焦らずとも、まあちょっと見守っててほしいよと。まあそんなこともありますからね。まあちょっと待って、キャンディーの呪い引っかかったか、これ今完全に。あー、これ2分1か、まあ3分の1だから、これ来ますね。これ、確率 120%。キャンディーの音速見せます。どうぞ。見ててください。これおかしいの？ちょっとなんか、あれ、なんか俺、役払いしてきたはずなんですけどね。もしかしたらこれやばいか、これやばいかもしんない。いや、まあ2分1か3分の1って言ってるから、多分次のキャンディーは当たるとは思うんすよ。次のキャンディーで当たらなかったら、結構不調。もう、だったらもう二度とキャンディー出てこないでほしいって感じ。もういらないでしょ、ゴミだから。うん。もうこれで出ないんだったらゴミでよ。シンプルにキャンディー、やばくない？ちょっと一回深呼吸しよう。やば、ちょっと無説になったからもう引こう。とりあえず引こう。え？呼吸困難か、これ。これ呼吸困難だったら出る説ある？これもしかして。あ、うん、そんなことないわ。まあ、ちゃっちゃか引いて、ちゃっちゃか出して、おわ。はい、ありがとうございます。はい、一発目から来ました。キャンディーの法則。ありがとうございます。この次、絶対もう、車出して、もうこれで動画終わりたいと思います。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。やばいでしょ。え？でも今回のね、ガチャってね、結構優しいところが、まあ、一回10連引くのが、まあ、その、春節とかに比べては、まあ、まあまあ安いんで、まあ、まだ、ね、まあ、排出率、あ。なんか出たね。あ、でもこういう時に、まず金付け貯めといて、で、次新しい武器が来たら、それを最終進化にするっていうのが、まあ、これ僕の鉄則。バカ出るんだけど。ん？これ引いた方がいいんちゃう？これもしかして。お願いします。いやー待って。これ出します僕。いやー明日60レアルだからだったら引けるやろって感じ。
いやまあでも出すもの出してるからなんかまあっていう感じはするんだけど、でもなんかいつもなんかもっと出してるこっちの身としてはやっぱこれ以上やっぱ求めないとダメな気がするんだよね。頼む出てくれ。ムキつけてんねえよ。ちょっと、いやもう俺これだけで嬉しいよ俺は。いやでももうこれ最後の最後でこう見せちゃうっていう話、これします。本当に来てる、やばい、流れが来てる。これあこっちがラストでした。うわ、なんやねん、最後一番おもんないやん。いやマジで何が金確定かわからんから、楽しむも楽しい。2個出た、8、やばい、これは8。来るぞ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 。さあどっちが来る、どっちから行く、これ上から行くか下から行くか、上から行くか下から行くか、下から行きます。武器好き、しゃおらー、しゃ、こういうことです。終わりよければすべすべよし。めちゃめちゃ噛んだから全然良くないよね。これ上もなんだろうね、ボイス。いや、もう持ち出ても、いや、まあ、今回、まあ、車1台でも出れば、もう、それでいいです。俺の目的は、陣内、あなただけなんです。出てきてください。お願いします。やばい。おい、いっちょってる。いっちょってる。来る、この流れ来てる、スーパーレアの流れ。いや、来てる。来い。あら、マジで叩くとこやった。無欲、悟り、そして、ガチャ。いやー、多分俺分かった。俺の机なんか天が置いてあるからだ、これ絶対。俺の机なんでか知らんけど、なんかずっと天が置いてあるんですよ。友達がふざけて遊んだやつが。これのせいだ。これ地面に置きますわ。これ。多分これのせいだ、間違いなく。いやマジで運気が悪いのはマジでそこだと思う。身の回りをマジで整理しないとダメ、本当に。もうない、もうなんかヤバそうなやつはないから大丈夫、 OK です。じゃあ行きます、引きます。いやマジこれあるよ、これマジであるよ。置いてるから俺、身の回りの運気を下げるやつちゃんと置いてるから。いやこれ絶対天下置いた方がいいわ、やっぱ机の上に。ちょ、やっぱ天下置きます。モザイクかけんとかかるか、これ誰って言われそうだから、ちょっとやめよう。もういや、ワンチャン置いたらなんか、おえぇ出た。もうこれからうちの守り神にしときます、ここに置いときます。でも結構もう流れやばいから、俺だってもう5万しか俺課金せえへんで決めてるから、もうね、さすがにそれ以上できないからって考えるともう結構やばいんです。もう折り返し来てるんですよ、だいぶもう折り返し来てるんです。折り返し来てる時点でこれしか出てないんですよ。ちょっと、新しい法則あります。はぁー、実写があるからこそ、あ、やばい、バケてる、やばい、ゴミ。消します。多分もしかしたら、俺が邪魔やったかもしれん。そう。もしかしたら、ここに今俺が出て、俺が邪魔やったかもしれん。永遠コラボと、俺の、この多分、実写は多分あんまり掛け合わせたら多分あかんのかもしれないから、で、俺一回消します。そしたらもしかしたら出る可能性があります。そしたらもう俺二度とこの表の幕に出ません。ここで出てしまったなら、もう俺はもう二度と VTuber 化しません。よろしくお願いします。うわぁ、やばった出たすいません、痛いです。ありがとうございます。VTuber 化痛いです。すいません、ありがとうございました。いや、多分俺がやっぱ出へん方がいいのかな。まあ、出るんですけどね。だから今まであんま良くなかった、じゃあマロのガチャはこの程度で終わりかって話なんですけど、この程度じゃあ終わらないんですよね。最終回です、多分今日で最終回になるかもしれません、この流れ。いやまあでも70連、でもちょっと渋いね、ちょっと渋いかもしれない。あ、ちょっと、この、
この流れあんま良くないわ。この流れあんま良くない。これ一回空気吸った方がいいかもしれん。で、この、ヒヒ風作品。いや、そんなことしなくても出る。いや、これやっぱり腹式呼吸ヒヒ風作戦、これ流行るかもしれんな、これまた。いや、これやばいわ。いや、これ、あ、俺、こしかもこれも出したことなかったんだ。ワンちゃんもう一個出る説あるんじゃないこれ。うわぁ、気持ちいい。水色のね、昔出たバトルパスのかっこいいやつがあるからね。なんかそれを裏切れない感は。おいおいおい来たよ来たよ、謎のセールス。これね、今まで当たらない当たらないって言われてたっすけど、俺この前一回当てたんで、これ絶対当たります。この流れ来る絶対。俺一番最初にもうエレン引いちゃってるんで。やばい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 、マジでマジで出るんだけど。これ引いた方がいいわ。なんかキャンディの法則を上回ってきたかもしれない、もしかしたら。結構今確率いいよ。今割と俺の中だと信用度2分1あったらだいぶいいでしょ。だからキャンディも正直2分1 3分1のところあった。やばい今日やばい今日やばい今日めっちゃ引いてる。いやでも自由の翼じゃない方が欲しかったな、個人的には。あれ俺これ持ってなかったっけ。いやちょっと今回これ初めてか、これは。これでいや、やばいよ。もう俺これでやめていいよ。だってもう勝ちだもん。これでやめたら勝ちだからやめたいよ、もう。だここでしょ、このタイミング。え、これワンチャン、これはマジである、これあるよ。ちょっと、いやしょうもな、こんなもん、これ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 、グングングングーンって、グン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 グーンって、こうやって、こうやって、引いて、いや、思うんだ。もう、だってさ、だって、テリオン、普通に車。テリオン、思うんなって思ってたけど、おもろいよ、この方。めっちゃおもろいんやけど、これ。マジか。え、こんな出るん、普通に車出るよ。俺なんか、もう、金が出ても絶対車出ないもんだと思ってたから。え、出るやん、普通に。え、そんな、ありがとうございます。え、これじゃあ武器とかもあっちゃう。え、出るやん、出るやん、え、楽しい、このガチャ。やばい。ちょっと待って、引きたくなってきた。ちょっともしなきゃ。え、なにこれ、どうなってんこれ。めっちゃ金。え、めっちゃ出るやん、これめっちゃ。あ、ゴミやった。もうなんか、無我の境地で引いて、これだからガチャやってる。もうすぐ、もうすぐお金な、もうすぐお金なくなる、もう。もういつも毎度毎度、これでセダンが出るならいいんですよ。セダン出るし、ただ、諭吉が消えてくだけなんですよ、これで。これ今もう、食べれたよ。牛タン定食食べれたよ、これなんか有名な牛タン定食食えて2400円だよ、これ。うわぁ、もうこれ3日分待つやいけるよ、これもう本当に。もうこれ、もう、一回ボタン押すだけのこの重み2400円やからな、これほんまに。これやばいって。あれ、なんか気づいたらなんかガチいつも引いてんだよな。で、またこうやって引いてはなんかゴミみたいなやつしか出なくてさ、毎回いつも後悔するんすよ。もうガチャやめようて。もうガチャ毎回やめよう言うて。出なかった時はやめようって思ってるんすよ、僕も。もうガチャ引いちゃダメだって。けど、荒野が新しいガチャ出すと気づいたらもう課金してるんすよ。もう病気。マジで。マジで病気。もうなんか。これが中毒か。そして金券はなくなりました。ちょっとやばい、なんかちょっと陰キャ、なんか陰キャっぽくって、なんかこうなんかもじもじしてた、なんかやっぱ神様見てくれてんのかな、これ。お願いします、出てください。
お願い、お願いします。お願い、お願い、出て。お願い、出て出て困らせないで私のこと出てこれ以上もう待てない。やばい、ちょっと本気出すしかないわ。あー、来てる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 。あ、やばい、これ、あー、これは引ける。覚悟決まりました、いきます。大ダック、引ける、俺ならいける、出ろ出ろ。あー、やばい。あ、思い出した、そうだ、あれやってなかったね、最後の最後。これだけやっぱやらないとダメだよ。これでいつも出してると言っても過言ではないから、これ多分みんな見せたことないでしょ、これ多分。じゃあちょっと見ててくださいね、いきますね。お願いします、神様、俺に力を。マロくんじゃない。ハン。手前でなんかいいの聞いて思った。いや、出ちゃったー。出ちゃったー。っしゃー。やったー。最後の10連の手前で出しちゃうっていうね。逆フラグね。これぞ実況者の逆フラグなんすよ。いや、出たねー。出ました、マジで最後の最後で見せたよ。まあでも引くか、気持ちよく。いや、まあこれでもなおやっぱ引いてしまうのがこの私なんすよ。ありがとうございました、対戦ありがとうございました。